かりんです。年末年始地元の山梨に帰ったからその様子をお届けしていきたいと思います。まあとりあえず山梨の食べ物って言ったらほうとうな気がしたから食べといた。こっちは鶏もつってやつで、柔らかいのと硬いのが入ってて、味はレバーみたいな感じ。そんでこれは山梨のワイン、そう山梨はワインが美味しいんだ。山梨の日本酒すごい水みたいで飲みやすすぎてもはや水だった。飲みながら実家の愛犬イブもめでる。あ、チワックスだよ。ほんでこれは山梨のハイボール。これマジでちょっとお高めなんだけど、マジでマジでおすすめ。もう家族全員でハマっているハイボールです。カリンの年末はこんな感じでした。皆さんお気づきだろうか、ここまで一切ちゃっかりの顔が出てきてないし、もはやお酒と食べ物と犬しか出てきてないこと。でも安心して、年始はちゃんとリチャナと集合して初詣行ったりしたから。ここからここからってことでリチャナと集合。いや逆光で何も見えんがな。1月2日に武田神社っていう有名な神社に初詣行ったんだけど、もうめちゃめちゃ混んでた。ディズニーランド並みに混んでた。カリンはご縁がありますようにのご縁、リチャナは十分なご縁がありますようにの15円。ぬかりね、初詣といえばおみくじってことでおみくじ引いてみたよ。カリン吉、リチャナ小吉、なんか微妙。その後はお家帰ってダラダラして愛犬のブーちゃんをめでてた。ずっとリチャナの膝にいるんだけど、お散歩の時間になったからお散歩に誘ってみた。マジで行きたくなさそうだった。おいでー、来てー。え？ブーちゃん帰ろうよ。気はあんなにやる気なかったのに、帰り道になったら今度は帰りたくない様子。動かねえ。ブーちゃんは結局歩かずに抱っこしてます。ブーちゃん、ブーちゃん、カメラ見て、こっち見て。ブー、あっちに犬がいるから。見えてんのか。見えてんだ。歩きません。抱っこです。最終的には楽しみすぎて口元に大きな泡っぽく作ってた。かわいい。自慢が止まらないのよ。自慢が止まらないのよ。